はい、叡王戦第3局が行われまして、藤井聡太叡王対、伊藤匠、七段、挑戦者との対決ということになったわけでございますけども、なんと、2勝1敗で伊藤匠七段が、王手をかけるという展開になっていまして、藤井聡太先生がタイトル戦で2敗するのはかなり珍しいことなのかなといったところでございます。ここまでにない、崖っぷちに立たされている藤井聡太先生ではありますけども、藤井聡太先生がこのままやられるっていうところは、ないのかなといったところで、ここから藤井聡太先生の、追い上げを期待したいところでございます。新鋭伊藤匠七段、今後タイトル争いに入ってくるだろうという、そんな予想もね、私なりに立てておりましたけども、まさに、その通りの展開に、なりつつあるといったところでございます。3度目の挑戦ですね。3度目の挑戦で、ようやっと、そのタイトルの可能性というのが見えてきたといったところですね。